広島テレビ放送のクリスと申します。この度はマイナビへのエントリー、そしてこの会社説明動画にお申し込みいただき誠にありがとうございます。広島テレビがどんな会社なのか、そしてテレビ局の強みとは何なのか、このスライドの資料に沿って、ご説明させていただきます。見えにくかったり聞き取りにくかったりすることがあるかもしれませんが、ご容赦ください。なおこの動画につきましてはお申し込みいただいた方のみのご利用としていただき、他への拡散や転用などはくれぐれもないようにお願いいたします。それでは始めさせていただきます。改めて自己紹介をさせていただきます。総務局次長兼総務人事部長のクリス剛と申します。入社は1995年ですので、4月から25年目を迎えます。出身は広島で、東京の大学に行き U ターン就職してきました。もともと小さい頃からテレビを見るのが大好きで、そういった番組制作に自分も携わってみたいと思いまして、入社を希望しました。希望通りにですね、制作部に配属されまして、入社1年目からは夕方の情報番組、今でいうテレビ派のディレクターをやらせてもらって、3年目からは今 ZIP という番組ですが、昔 Zoom イン朝という番組でして、そのディレクターをやらせてもらいました。で、 Zoom イン朝時代はですね、1年間ほど日本テレビに出向させてもらうという機会にも恵まれまして、キー局の大きな仕事をたくさんやらせてもらったりですね、そういったいい経験をさせてもらいました。そうやって8年間楽しくディレクターをやっていましたら、ある時突然営業部に異動命令が出ました。まあ、当然番組を作りたくて入社したので、最初はすごく嫌だったんですけれども、でもやっているうちにですね、すごく営業が楽しくなってきまして、2年目3年目になる頃にはですね、むしろもう制作じゃなくてずっと営業部署にいたいと希望を出し続けるようになりました。で、その希望通りかれこれ15年ほど営業をやらせてもらってまして、それでおととし3部署目となります総務人事部に異動となりました。で、まあ、ただ移動のですね、やりがいであったり楽しさ、新たな発見というものはもうすでに制作から営業の時に経験しておりましたので、まあ、総務人事部に変わった時もですね、新たなやりがいができるのではないかと思って日々過ごしております。まあ、営業経験だったり制作経験だったりを生かしながら、いろんな社員のサポートをしていけたらなと思っております。続きましてですね、まあ、テレビ局と一口に言いましても大きく分けて NHK と民放局の2種類があります。国営放送と民間放送となります。で、じゃあ何が違うかと言いますと、大きく2つ違いがありまして、まず1つ目は体制の違いがあります。NHK はですね、東京に本社があって全国に支局があります。広島にも広島支局があります。ですので全国で一つの会社、東京本社、地方は支局という一つの会社となっております。一方民放局はですね、日本テレビやフジテレビなど東京に大きなキー局がありまして、じゃあ全国各県はローカル局があるんですけれども、そのローカル局はキー局の支社でも支局でもなくて、それぞれ独立した会社です。で、そういった独立した会社の集合体がネットワークを形成していると、そういった形になっております。で、もう一つ大きな違いが収入の違いで、 NHK は皆さんも払ってらっしゃると思いますが、大部分が 90% 以上が視聴者からの受信料で成り立っております。一方民放局はですね、これも90%以上が企業様、いわゆるスポンサー様からの広告料、 CM 料などで成り立っております。そういった収入の違いがあります。まあ、ですので NHK にはコマーシャルがなくて、民放にコマーシャルがあるという形になっております。では、そういった広告費がですね、日本でどういう状況になっているかといいますと、まだちょっと2018年の古いデータしかないんですけれども、2018年は総広告費が6兆5300億円、前年比 102.2% となっております。で、これは7年連続でですね、広告費というのは伸びておりまして、まあ、ですので、まあ、広告業界は堅調に伸びている、安定した業種であると言えます。では、その広告費の内訳がどうなっているかといいますと、ご覧の通りテレビが1位、インターネットにテレビが約2兆円でシェア約 30%、
ただですね、皆さんご存知の通り、インターネットの伸びがですね、ここ数年急激になっておりまして、2019年のデータではインターネットがテレビを抜かすだろうと言われております。ただですね、こちらのグラフをご覧いただきたいんですけれども、インターネットは確かに伸びてるんですけれども、じゃあテレビの売り上げが減っているかというとそうでもなくてですね、テレビはずっと何十年にもわたって2兆円前後を推移しております。安定して高水準を保っております。インターネットの伸びはですね、新聞や雑誌、こういった似たような媒体ですね、自分で情報を取りに行って、主に文字媒体、活字媒体から情報を取ってくるという、そういった近しい媒体から予算が回されてまして、伸びているということになっております。ただ今後インターネットは当然脅威ですし、テレビ局としても危機感を持ってはいるんですけれども、ただインターネットは敵というわけではなくてですね、テレビとインターネットが連動したような、そういった広告スタイルも模索しておりますし、そういったところが伸びていければなと考えております。続いて次のページは小さくてちょっと見えにくいんですけれども、いわゆる民放局、地上波のテレビ局が全国にどれぐらいあるかといいますと、主に5系列、キー局5系列ありまして、そこにローカル局があって、でその他いわゆる独立郵局というものも含めますと、全部で今130局あります。で広島テレビはというと日本テレビ系列になりまして、日本テレビ系列30局で全国を網羅してネットワークを形成しております。では広島テレビの概要ですけれども、開局は1962年ということで、開局58年目となります。広島で言いますと中国放送 RCC さんに次いで2番目に古い局となっております。年商は2018年度で104億2200万円、従業員数は現在133名となっております。この133名がですね、意外と少ないなというふうに思われる方が多いかと思うんですけれども、いろんな関連会社ですとか関係、協力企業などを合わせますと、大体社屋内では常時300人から400人の人たちが従事していることになっております。従業員数がですね、社員数が少ないというのはですね、逆にメリットもありまして、それについては後ほどご説明いたします。事業所は広島本社のほか東京支社、大阪支社、福山支社、であと広島県内の呉支局、三好支局と、あと日本テレビ系列のですね、特派員を分担しておりまして、広島テレビは現在中国の北京に特派員を派遣しております。では133人のですね、社員の内訳なんですけれども、性別は男性106人、女性27人、年代で言いますと20代から50代以上まで、割とバランスよく構成されております。で出身地で見ますと、やはり広島県出身者が一番多くて、約7割の方が広島県出身です。ただその他のもう広島県以外が逆に3割ほどいまして、全く縁もゆかりもないところから、入社されている方もたくさんいらっしゃいます。で広島出身の中でもですね、U ターンの割合が多いのも特徴の一つとなっております。ではここからですね、広島テレビのちょっとアピールポイントなんですけれども、ここがすごいというところを2つ挙げさせていただきました。まず一つ目はですね、おととしの9月、2018年の9月に新社屋を建てました。広島駅の北口すぐ、もう広島駅からもう見て、すぐ見て見えるところに10階建てのビルが建ちました。当然広島の4局の中では一番新しい社屋で、機材ですとか設備ですとか、そういったものも最新のものが取り揃えられて、非常にいい職場環境となっております。で特にですね、1階から3階につきましては、エントランスホールだったり、大規模なコンベンションホールがありまして、広島県に貢献したい、地域の活性化、街のにぎわいとかを創出したいという思いがありまして、こういったホールとかで、広島テレビだけじゃなくてですね、いろんな企業のイベントをしてもらうようにしております。であと6階がメインスタジオになるんですけれども、
中四国の放送局の中では最大の規模を誇っております。で、最上階の10階には社員が自由に使えるラウンジという休憩スペースがありまして、そこからは広島の南部の街並みが一望できる非常に快適な空間となっております。オフィスフロアについても全社員にパソコンがそれぞれ渡されまして、館内すべて Wi-Fi でどこでも仕事ができるような環境となっております。続いて2つ目、広島テレビのここがすごい。おかげさまでですね、視聴率も売り上げも6年連続でトップとなっております。広島の民放4局の中でトップを獲得しております。視聴率売り上げどちらもですね、2位と割と大きく離しておりまして、まあ、本当に今社員一丸となって頑張っておりますし、まあ、こういった結果に伴って非常に社内の雰囲気も良くてですね、みんな本当に生き生きと仕事している、今広島で最も勢いがあるテレビ局と言ってもいいと思います。まあ、売上につきましてはですね、テレビ業界なかなか厳しい局面を迎えてはいるんですけれども、まあ、広島テレビはそういった営業力とかあと事業収入なども含めまして、着実に毎年売上を右肩上がりで伸ばしています。続いてですね、まあ、じゃあ、まあ、テレビ局いろいろありますけれども、ローカルテレビ局ならではの魅力って何なんだろうというところなんですけれども、私自身の経験も踏まえて、いくつか、3つほど挙げてみました。まず1つ目はですね、自由度が高くて一人一人の権限が大きいところがあると思います。先ほど申しましたように、それぞれローカル局は支社でも支局でもなくて独立した会社放送局ですので、番組だってイベントだって新しいものに、まあ、独自でチャレンジすることができます。で、まあ、キー局日本テレビのような大きい企業に比べて逆に利点なんじゃないかというところは、先ほどもありましたが、まあ、社員数が限られているというところもありまして、一人一人がもういきなりいろんな大きな仕事とかですね、任せてもらえるんですね。日本テレビの社員と話してよく羨ましがられるんですけれども、日本テレビだと5年目10年目じゃないと任せてもらえないような仕事が、広島テレビだったら2年目3年目で任せてもらえたりとかですね、まあ、そういったいろんな業務に若いうちからチャレンジできると。で、まあ、積極的にやっていけば若いからやらせてもらえないということではなくてですね、どんどんいろんなことをチャレンジさせてもらいます。まあ、本当に非常に言葉悪いですけれども、大企業だとやってる仕事は大きいんですけれども、何十人も携わってて、一人一人の仕事はもう本当にそのうちのごく一部みたいな歯車的なことになりかねないんですけれども、まあ、広島テレビはそういったところはなくて、一人一人大きいやりがいのある仕事を任せてもらいます。で、2つ目なんですけれども、まあ、社員数が少ないということで、まあ、大きな企業ですとある程度部署の中で固定化されるメンバーも出てくるんですけれども、広島テレビの場合はいろんな部署をですね、経験できるようにされております。まあ、スーツを着ている人もいれば、ジーパンサンダルの人もいたりとかですね、本当にいろんな部署があります。で、そのいろんな部署を経験することで、社会人としても成長できますし、むしろ自分じゃ気づかなかった適性などが見つかったりします。私自身で言いますと、制作がやりがいがあったと思ってたんですけれども、実は営業の方が適性があったのかなとかですね、そういった、いろんな部署にチャレンジできると。で、まあ、とはいえやりたいことをずっとやりたいという人もいるかと思うんですけれども、でも例えば入社して22、3歳で入社したとして、じゃあ60歳まで37、8年もずっと同じことをするのってですね、意外と大変だったりですね、もう下手したらちょっと飽きちゃうみたいなところもありまして、まあ、自分自身飽きっぽい性格なのかもしれないですけれども、何年かおきに部署が変わることは非常に新鮮でですね、やりがいがあって、社会人としても大きく成長できたんじゃないかなと思っております。で、3つ目はですね、まあ、広島に根ざした会社ですので、全国規模の番組等は少ないんですけれども、その分地域に密着したような番組やイベントがありまして、まあ、視聴者や参加者の方と距離も近いですし、そういった反応が割と近く感じることができる。
ナンバーワンではないかもしれませんが、オンリーワンの喜びが実感できるんじゃないかと思っております。ではですね、いろんな部署があると申しましたけれども、どんな部署があるかというのを簡単にご説明いたします。まず編成局というところがあります。これはですね、放送内容を決定する、いわば司令塔のような部署になります。いくつか部があるんですけれども、まず編成部というところがですね、視聴者の求めているもの、あるいは、視聴者にこちらが届けたいと思うもの、そういったものを日夜考えてですね、自社番組、どんな番組を作ろうとか、この番組はこんな内容にしようとか、そういった番組の大きな方向性を決めます。であと、自社番組のほか日本テレビの番組だったり、いろんな番組を組み合わせて、365日24時間の番組スケジュールを作成いたします。より視聴者に見てもらえるような、視聴率が取れるような、番組編成をしております。で、広報宣伝部がですね、そういった作られた番組スケジュール、番組をですね、一人でも多くの人に見てもらえるように、コマーシャルだったり屋外広告だったり SNS だったり、いろんなツールで番組を宣伝しております。より良い視聴率を取るためです。で、なぜテレビ局が視聴率が高かった低かったと一喜一憂するかといいますと、視聴率というのは先ほど申しましたように、広告収入が 90% 以上の会社において、重要な商品と呼べるものです。当然コマーシャルを出す企業は視聴率の高い番組に CM を流したいと思いますので、視聴率が高ければ高いほど会社としての売り上げが伸びていくと、ということで視聴者は大事な、商品ということができます。でもう一つ、編成局にはコンテンツマルチユース推進部というところがありまして、この部署はですね、そういった作った番組をただ放送するだけだともったいないので、いろんな動画配信であるとか、あと別のテレビ局、国内国外いろんなテレビ局にですね、番組販売という形で別の副収入を得ております。そういったことを行っている部署です。続いて報道制作局なんですけれども、これは読んで字のごとく報道だったり制作だったり、さまざまな番組を制作するクリエイター集団の集まりとなっています。まず報道部なんですけれども、日々のニュースのほかですね、最近災害等多いんですけれども、そういった有事の際は広島県民の命と暮らしを守るための情報を発信しております。極端な言い方をすれば、報道の仕方一つでですね、県民の命を救うことができるかもしれないし、県民の生活を豊かにすることができるかもしれないということで、非常にやりがいを持って臨んでおります。当然報道記者を志望する社員も多くてですね、花形部署の一つじゃないかと思います。で、うちの報道部はですね、そういったニュースのほかですね、ドキュメンタリー番組に非常に力を入れております。広島4局の中では唯一レギュラーのドキュメンタリー番組を持っておりまして、毎月1回、ウォッチというドキュメンタリー番組を作っております。で、そこのウォッチでですね、若い報道記者もですね、ドキュメンタリー番組のスキルを磨いて、で、その中からですね、年間5、6本全国ネットのドキュメンタリーになります。日本テレビ系列の NNN ドキュメントという番組に採用されたら、全国放送のドキュメンタリー番組を手掛けることができます。そのドキュメンタリーの中でもですね、近年のヒット作といえるのがですね、2016年7月に知られざる被爆米兵というドキュメンタリーが全国で放送されました。これはですね、広島なのでいろいろ原爆を扱ったドキュメンタリーも多いんですけれども、当時日本人の方たちばかりが被爆したんじゃなくて、アメリカ兵が実は12人ほど被爆して亡くなられてたと、そういったことをですね、研究している方に密着をしてドキュメント化したものです。オバマ大統領が来航した際にですね、一人の老人の方とハグをしてたと思うんですけれども、その老人の方が、この、被爆米兵を研究されてた森重明さんという方で、その方に密着した素晴らしいドキュメンタリーでした。で、これはですね、その年の日本民間放送連盟賞の最優秀賞、その年のドキュメンタリーの一番という賞をいただきまして、で、そのドキュメンタリーを担当したのがですね、当時入社5年目か6年目の、女性記者で、こういったところからも先ほどありました、若いうちからですね、いろいろ、大きな仕事を任せてもらえるといういい例じゃないかと思います。
で続いて政策一部というところがあります。これはですね、夕方の情報番組テレビ派を担当しております。テレビ派はですね、その前テレビ宣言という名称だった時もあるんですけれども、スタートしたのは1993年で、もうかれこれ27年目になるという広島ではもう一番の超長寿番組となっております。これだけ長い間番組が続くということは、それだけ、子供からお年寄りまで、支持されているということで、地元に密着した話題を提供し続けております。続いて政策2部というところがあります。これはですね、テレビ派以外のですね、さまざまなバラエティ系の番組だったり特番だったりを担当している部署です。今主なバラエティ番組のレギュラーは、ディアボス、三四郎出演のディアボスだったり、 STU48 出演のスチューデンツなどがあります。でその他ですね、一番下にあります、食べた麺の長さで勝負というバラエティ番組なんですけれども、これは日本テレビ系列の全国ネットの番組でした。毎年1本ないし2本ですね、広島テレビからも番組が採用されて、日本テレビ系列の全国ネットの番組を放送しております。こういった全国に発信できるいい機会もあるということで、ディレクターのモチベーションも高いものがあります。続いてスポーツ部になります。ご存知の通り、カープだったりサンフレッチェだったり、JT サンダース、バスケットなどなど、もう広島は本当に全国でももう指折り、もう本当に、言葉ですけども、異常なぐらいスポーツが盛んで熱狂的なファンが多い県でして、そういった、熱狂ぶりをですね、余すことなく伝えるという部署になっております。レギュラー番組としてましては、これもテレビ派と同じく27年目を迎えるすすめスポーツ元気丸という番組がありまして、その他いろいろな中継、特に野球中継などをですね、積極的に行っています。中継する試合数は、広島4局の中でも一番多いレベルでして、例えば去年の開幕戦などはですね、視聴率は驚異の 40.8% という、今関東で巨人戦なんかだと 10% 視聴率が取れればいいぐらいなんですけれども、広島はカープ戦はものすごい視聴率を獲得しまして、スポーツディレクターはすごくやりがいを持ってやっております。で試合数も多いと申しましたけれども、先ほどの日本テレビの話じゃないですけれども、日本テレビのディレクターよりもむしろ広島テレビのスポーツディレクターの方が場数も踏んでてスキルも高いんじゃないかなと、勝手に自負してるんですけれども、本当にそれぐらい、優秀なディレクターが、たくさんいます。続いて、映像取材部というところがありまして、これはいろんな番組のですね、撮影時のカメラマンだったり、撮影した VTR の編集を行う部署となっております。いわゆるカメラマン編集マンのいる部署です。とはいえ特別な資格とか技術とか必要なくて、みんな入社してから、いろいろ先輩に教えてもらいながら、カメラだったり編集だったりを担当しております。で続いて、アナウンス部なんですけれども、どんなにいい番組を作ってもですね、最終的にそれを発信するのはアナウンサーですので、本当にスタッフ全ての思いを背負っている、広島テレビの顔と言える人たちです。一見華やかに見えるんですけれども、そういった思いを背中に背負っているという自覚がありまして、非常にみんな勉強熱心ですね。自分が担当する番組だったり事柄については非常に下準備というか、勉強しておりまして、少しでもいいものを視聴者の皆さんに届けるように日夜、頑張ってくれております。で続いて技術局になります。これはですね、最終的に電波を届けるもうアンカーのような、役割なんですけれども、これまたどんなにいい番組、どんなにいいアナウンサーがいてもですね、その番組が、皆さんのご自宅のテレビに映らなかったらそれこそ何の意味もなくてですね、もう1秒たりとも電波が途切れることがないように日夜頑張ってくれております。こちらもいろんな部署がありまして、制作技術部というところは、さまざまな番組の中継だったりスタジオ収録だったり、そういったところの技術担当をしております。であと放送実施部というところは、県内79箇所にですね、その電波を送る送信所があるんですけれども、そういった管理運用などを行っております。でその他技術推進部というところが社内ネットワークシステムとか、いろんな機器の管理を行っております。
います。続いて営業局になります。まあ、本当に先ほど言いましたように自分自身が15年もいた部署でですね、実はあまり知られてないんですけれども、非常にテレビ局の営業って面白いです。例えば、まあ、電通さんとか博報堂さんとかよく名前を聞くようないわゆる広告代理店があるかと思うんですけれども、まあ、やってることはですね、それとはあまり変わらないです。いろんなスポンサーさんにですね、いろんな CM だったり番組だったりを提案するのが、主な仕事なんですけれども、まあ、なので、まあ、もちろん各企業自前の CM も持ってるんですけれども、こんなオリジナルな CM を作りませんかとか、こんなタレントを使った番組でタイアップしませんかとかですね、いろいろ本当にクリエイティブな、提案ができまして、で、まあ、そういったクリエイティブなところがあるのは実は営業局がですね、番組を2つ持ってまして、まあ、これは営業支援になるような番組なんですが、まあ、情報番組だったり映画音楽のコマーシャルをもらうための番組だったり、そういった番組のプロデュースもですね、やったりとかですね、そういったいろんな、企画提案するような楽しい部署となっております。で、もう一つ営業局に事業部というものがありまして、まあ、これは番組とは違った形でですね、まあ、いろんな、イベントを行って、まあ、地域を活性化させる、広島を元気にするような、役割を担っております。まあ、CM 収入がもちろんメインではあるんですけれども、まあ、それ以外の収入を増やすというのはこれからの大事な命題となっておりまして、今部署的には一番会社の注目を浴びているような、力を入れているような、部署になるかと思います。通常のイベントの他にもですね、いろんな新規ビジネス、IT 系のものであるとか、そういったところを開発している部署でもあります。先ほどの売上4局中トップと言いましたけれども、事業売上も広島4局中でダントツの1位となっております。まあ、いろんなイベントをしているんですけれども、まあ、2019年度のまあ主なイベントとしては、まあ、これもごく一部なんですけれども、本当にいろいろやってましてですね、グルメあり、芸術あり、スポーツあり、本当にいろんなイベントが立ち上げることができましてですね、楽しいです。自分自身も営業時代ですね、この真ん中の下のリレーマラソンというイベントをですね、ゼロから立ち上げたんですけれども、本当に今もう5年6年も続いてるんですけれども、本当にやりがいがある楽しい部署じゃないかと思います。はい。で、まあ、各部署そういったいろんな仕事をしてまして、まあ、一見バラバラのように見えるんですけれども、実は密接に関わってて、ご覧のようなサイクルを描いております。まず編成局が、視聴率を高い視聴率を獲得して、でその視聴率を営業局がコマーシャルとして、お金に変えます。でそのお金で、報道制作局が、制作費として番組を作って、でいい番組をまた編成局に提供すると、っていったサイクルとなってて、でその他経営戦略局とか総務局とか、そういったサポート部署が、それを下支えしております。こういったイメージとなっております。はい。でこちらのページはですね、まあ、広島テレビの説明をさせてもらったんですけれども、まあ、もっと広い視野から見てテレビ局の強みとは何なんだろうというところをご説明します。4つほど挙げております。まず1つ目なんですけれども、あまり知られてないんですけれども、テレビ局というのはですね、国の認可による免許事業となっております。まあ、有限で公共性の高い電波を扱うために総務省から放送免許が与えられて、その免許がないとテレビ局というのは運営できません。例えばですね、実は新聞とかですね、別に免許とかなくて、誰でもいつでも新聞を出そうと思えば出せるんですね。極端に言えば自分がクリス新聞というのを発行して明日から販売しても別にいいというような、ところなんですけれども、まあ、テレビ局はそうはいかなくて、きちんと国の認可がいると、まあ、その代わり、その、認可を得るためにいろんな、ハードルというのもありまして、非常に厳正なものとなっております。ですのでですね、実は新規参入が非常に難しくてですね、先ほど130局テレビ局があると言いましたけれども、これ以上増えることはもうないと言われております。もうすでにもう飽和状態というか、まあ、これ以上増えることはないと思われます。
じゃあそれが何を意味するかというと、広島でいうと4局しかありません、まあ、NHK さんを除くとですね、4局しかなくて、なので競合者が3つしかないということなんですね。例えばいろんな業種があるかと思いますけれども、例えば食品メーカーとかで、言いますと、同じような食品を作っているのが10社20社あったら、それこそ競合者が10社20社あることになるんですけれども、テレビ局の場合は、まあ、割と限られた、競合者が少ない業種となっていますので、まあ、売り上げが大きく落ち込むリスクが少ないと思われます。またそういった免許事業であるという利点から、まあ、いろんなあのタイアップであるとか、そういったサポートも受けやすいというところがあります。で、まあ、2つ目なんですけれども、まああのまあ、免許事業にもつながるんですが、あの、まあ、知名度と信頼度はおかげさまで、非常に高いと思います。広島県内ではほとんどの方に認知されてますし、まあ、そういったきちんと免許を受けるための放送法というのがありまして、そういったもので番組や CM など放送内容に厳しい考査基準があって、まあ、ですので、テレビの情報は信頼してもらえると、まあ、あのネットに比べたら当然フェイクニュースなどもないですし、本当に厳正に管理しておりますので、そういった信頼感は大いにあるかと思います。その信頼感は、まあ、タイアップ事業とか新規ビジネスとか、そういった展開をスムースにしてくれます。で3つ目ですけれども、まあ、当然あのコンテンツ制作力はあります。まあ、いろいろネットとかでも動画が溢れてますけれども、まあ、テレビ局だからといってあのテレビでしか番組放送しちゃいけないということはなくて、これからはインターネットでの動画配信、番組配信なども力を入れていかなくちゃいけないんですけれども、まあ、この制作力についてはまあ、それこそ何十年という歴史、ノウハウがありますので、他に負けないものがあると自負しております。で4つ目は、まあ、ちょっとおまけですけれども、まあ、テレビ広告費がかかりません。うちでコマーシャルを流す分にはかかりませんので、まあ、本来ならば高い CM 料をですね、払って宣伝しなくちゃいけないところが、自前であればタダで CM が流せて、新規ビジネスなどにおいては大きなアドバンテージになるのではないかと思います。はい。でこれはですね、これまたおまけなんですけれども、まあ、ローカルテレビ局とはいえですね、結構いろんなタレントさんが番組出演とかですね、してくれていまして、まあ、これはある一定期間の、まあ、一部の出演していただいた方を羅列してみたんですけれども、まあ、俳優さんとか役者さんはいわゆる映画とかのキャンペーンでよく、地方局でも訪れてくれます。木村拓哉さんとかも、まあ、この俳優役者さんとか自分が営業部署にいた時、結構大体の人を間近でインタビューしているところを見てたりですね、そういった役得があったりしました。木村拓哉、山崎賢人、新田真剣佑、中条あやみさんとか、まあ、いろいろ、でつい先週か先々週も佐藤浩市さんがインタビューで来社されてました。でその他のタレント芸人さんというのは、まあ、いろんな、バラエティ番組で、出演してくれた、方たちで、そういったまあ、ちょっとした役得もあるのかなというところがあります。はい。ではですね、今回のですね、採用概要とかスケジュールなんですけれども、まあ、大体はマイナビさんの方で見てもらえば分かるんですけれども、募集職種は総合職の一般技術アナウンサー、となっております。応募には、マイナビのマイキャリアボックスでエントリーシートを提出、まあ、郵送も可能ですので、郵送したい場合は、おっしゃってください。別途自己 PR 動画の60秒以内の自己 PR 動画を投稿していただくことになっております。締め切りは、3月25日必着となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい。でですね、まあ、マイナビ等には記載していない一部の情報をちょっと更新してお伝えいたします。締め切りは3月25日で、書類選考を行いまして、合格者は4月3日までに通知させていただきます。で一次面接の日程をお伝えしておきます。4月の18日土曜日と19日日曜日の2日間、どちらか1日にお越しいただくことになります。で一次面接はですね、東京会場と広島会場2会場を用意しますので、どちらか、来やすい方を選んでいただくことができます。
で二次選考以降については、まあ、一次選考の通過者にの方にご連絡させていただくということになります。はい。まあ、その他のですね、いろんな待遇とか、いろんな条件面についてはマイナビをご覧いただきたいんですけれども、まあ、記載はしてないですけれども、特に給与部分についてはですね、広島県内でもトップクラスであると自負しております。仕事も頑張ってやればその分本当にいい給与で、会社としては報いておりますし、非常に給与水準は高いと思います。まあ、何とぞ正式にご応募いただけますよう、お願いいたします。はい。ということで、以上、ご清聴どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。